戸島へ立ち寄っております。今回使ってもらえたらなっていうやつがこの旧式力食器っていうのは、これを折ってる旗屋がうちで、はい、あの横にあるんですよね。それをちょっと今からいいですか、はい、行きましょうか。いいですか、はい、はい、行きます。で、一応うちの食器が車のトヨタ元々のね、トヨタ元々は食器の会社なんですけど、まあ、そこの GL9 っていう、まあ、食器を使ってて、しかも作ってないんじゃないですか。作ってないんですよ。ですよね。で、名古屋のトヨタさんから見学に来られたりとかするぐらい、まあ、結構レアなんです。すごい、うん、本当にあの鶴の恩返しと同じで、あれをもうちょっと機械化したような感じなんで、よりこうアナログすごいね、まあ、そういうこの時代でもそういう方式でやってるもんね。その量産型の機械よりもこう生地にこうボコボコ凹凸が出て色をしていくと、こう当たりヴィンテージな、もう音がしてますよね。もう音がしてるじゃないですか。でもこっから入ったらもう全く聞こえなくなるんで、うん、音がしてますよ。パッタンパッタン。もうなんか、だから中で表情でやってください。いかに表現力が、はい、うわぁ、これはめっちゃ見れないですよ。いやー、すごいですね。フル稼働じゃないですか、もう。これが1日フル稼働して、約30メーター。30メーター?だからまあ、土日は休みで、月曜日か金曜日まで折っても、150メーター。150メーター。200メーターいかないんだ。そう。それぐらい貴重なもんですよ、これは。貴重ですね。はい、しかも全部トヨタ。全部、はい、トヨタで。同じ。はい、だから、元はといえば、ここが、で自動車ができたわけですからね。あの食器を元枝さんが作られて、ね、ところからスタートして、うん、まあ、今自動車こういう食
機でエンジンがの構造とかになっていったわけなんですね。回転数だから車のエンジンと結構似てる、似てるらしいでしょうね。だから、うん、はあ、まあこれは圧巻ですね。圧巻だね、うん、なかなか多分こういう工場も基本は見せませんというか、そうですよね、っていうところ業秘密ですよね。なかなか経験できないかも。いやいいもん見せてもらいました、はい、本当ありがとうございます、はい、すごい。いやいや、これはすごいわ、本当。あれは縦糸と横糸の本数っていうのをこういじれるんですね。で、この糸の本数が多いほどガシッとした、ヘビーな。さっきちょっと甘いって言った、ああいうのは縦糸とか横糸の本数をちょっと少なくすると、ちょっと生地が柔らかくなる。だからレディース用なんかはちょっと甘くして、女の子が履きやすいようにちょっと柔らかくする。ね、生地の規格からやってますもんね。すごいね。糸の太さから打ち込みの本数から、うん、インディゴの色の、うん、縦糸の色から、ね、全部自分で素材からね。そうですね、素材がスタートですからね。素材、そうね、うん、あれすごく大事です。いやすごいわ、八重さんがこれから作るデニムもあそこで作られた生地を使って。嬉しいな。もう最近はねジャパンブルーの生地を使ってでやりたいっていう、はいはいはい、逆にもうね、はい、指名してくるのね。で、まあ、一般の方でもジャパンブルーっていう認識を結構しとる人もいて、はい、でもうジャパンこれ生地ジャパンブルーの生地使ってるんですかみたいなお店で聞いたりする人もいるんです。すごいじゃないですか。ジャパンブルーブランドになってますね。ブランドですね。もうねだいぶねなってきましたね。ね、日本代表する生地屋さんですよ。いや、まあね、なんか千秋さんコンサートとかでそのジーパン履いてくれたら嬉しい、ね、もちろんですよ。そのため嬉しくてしょうがないですもんね見に行かんといけないですよ。見に行かないですね。ただ岩さんも工場内で何台今日はあれあそこ今うちで8台フルカードで、はい、動かしてて、あれ全部同じメーカーでしょ。だって年代も一緒なの。同じ、GL9 っていう形、うん、形、はい、それはもう今作ってないわけでしょ。今作ってないんでメンテしながら。そういう部品とかも大変なんじゃないですか。でその部品っていうのも今ないので。ないですよね。例えば廃業された工場さんだったりとかからその食器を丸々もらって動かすんじゃなくて部品だけとかを、うん、だってしかし消耗品ありますもんね。だからもう何十年も前からそういうことをずっとしながら、はあ、これからあともう10年15年旗を動かしていこうみたいな。倒り気はずっとこれからもバッタ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 やり続けるわけですね。ずっと残してもらいたいですね。だから要するにあれはもうインディゴじゃないとダメだよ。だからあれの例えば白のものを追おうとすると、うん、もう白だけを一生で追っていかないと。で白のやつ作んなきゃいけないですよね。そうなんですよ。インディコに特化しすぎ。ヴィンテージ好きな人は、まあ、GL9 っていうね。そうか、あの品番で、あの品番でもうクラクラってしびれるんですよ。トヨタの GL9 で折ってほしいから、1、2とかっていうような仕事の依頼もあったりするね。確かにギターで言えばそのギブソンのなんちゃらかんちゃらと何年もんとかそういうのと一緒だね、うん、まあ、近いものがありますね。近いと思いますね。新しいジーパンと言いながら食器を当たるってヴィンテージじゃないですか。そうなんですよ。それがすごいよね。そうなんですよ。だからなんかちょっと変な感じですよね。ヴィンテージの食器でむちゃくちゃ新しいものを作る、未来のものを作ってるわけですから、このセルビッチだけはもう日本の生産したものがとにかく世界でも人気です。セルビッチ見ましたよ。ああやってな集まっていくんですね。そうですね。白い人がさっきシャトルガチャンガチャン言ってた、ね、あれね、あれ見ると痺れちゃうんですよね、みんなね。なんかあれが鶴の恩返しでいう、こうポンと ね、 ね、あれをこう、まあ、なんですかね、トンカチというかこう、でやってるっていう。やってることは全く昔から変わらない方式なんだけども、それがオートメーションになって、いやメンテも大変でしょ。だってメンテ大変ですね。だからもうそういうことを分かってる人じゃないとできないんで。だからそのメンテ分かってそう職人さんも少なくなったんじゃないですか。そうですね、後継者みたいな人も。だからもうあんまり10代20代30代で若い方はいられないんで、だから今後残していく上で、まあ、そういう職人さんも育てていかないといけないっていうのは問題も。そうらしいですよ。職人さん不足問題っていうのは、どの分野でもあるみたいです、うん。まあ、こういうアナログな業界、うん、まあ、多分いろんな業界にもアナログな部分であって、まあ、どこも多分この育成、人材育成みたいなのは。そうそう、私の知り合いのいとこなんかはお寿司屋さんやってるんですけど、うん、寿司職人がいる。なるほどね、うん、だからもう取り合いって言ってました、うん、
なかなかもう寿司に逃げろっていう人がいない。あでもその中でもこうやって若い人が今ジーパン作ろうとし、うん、するわけじゃないですか。そうですね。小島は比較的若い子が多いよ、ね、多い。もうあっち見て皆さんの工場も社長の会社も見ましたけど、うん、若いですよね。若いですよ、うん、ええ、なぜかジーンズ業界は若者が集まってくる。すごい国じゃないですか。そうですね、うん、ジーンズだけはなんかちょっと、うん、変わってる。変わってる。すっごい若い、うん、若いですね、うん、若い力を感じます。いや大変ですけど素晴らしいね。そう楽しいですよ。やっぱ誇りも、うん、持てますよね。そうなんです、ね、ジーンズはアメリカ生まれですけど、うん、完全に日本のジーンズ確立しますよね。やっぱり日本のジーンズは特別ちょ独特な感じです ね、 アメリカの人が見るとびっくりするんですかね、本当ね。いやもうだからアメリカ人もやっぱ日本に生地に買い行きますよね、うん、なるほどね、はい、ここから石橋さんが縫製して、うん、加工して、そうですね、茶木さんが履くっていう。いやもう糸でつながるんですよ、私の縁がね楽しみですね。楽しみですね。もう60代のこのおっさん世代が喜びますよ、本当に。そうですね、もうね、もう昔の人っておじいちゃんジーパン履きませんでしたからね。そうですね。まあなんかね、年代関係なくいいジーパン1本持ってきたいというような人が結構いますよね。それをまた作りたいっていう中途半端なものは作らんと。そうですね、もうやっぱ世界に発信できるようなものを作っていきたいという。いい話でした、本当にありがとうございます。で今中島みゆきさんの曲が流れてるの立っていいとかなんかそこで流すの歌えた歌えないか横糸白です。そう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 、いろいろあるんですよ。でも別注で横糸にもインディゴの糸を打って縦横インディゴみたいな生地もできてたり、ちょっとこの今この当たっているところっていうのは全部白いじゃないですか、うん、こう加工していけばいくほど白くなってくるのが色落ちする、ね、もっとこう濃い感じですよ、ね、残り方が。加工っていうのはやっぱねジーンズ僕お化粧だと思うと思うんで、はいはいはい、まあ、このまま履きたい人もいれば、うん、お化粧して履きたい人もいるし、うん、で僕らの加工の仕事が成り立つという分担作業なわけですね。この分業が多いっていうのがまた小島の一つの味の一つでもあります、うんうん、そうですね、うん、そのポジションポジションにやっぱプロが生まれてくるんで。そうね、うん、一つのものを作っていくんだもんね。そうですね、まあ、横の本当、まあ、別会社でも本当横の連携ですね、やっぱ小島のものづくりっていうのは、うん、素敵。海外でも行くんでしょっていう。そうです ね、 ね、僕らも知ってるような有名なメゾンの海外のメーカーさんが、うんうん、もうデニムはうちのじゃないととか言ってくれる時はすごい嬉しいですよね。セルビチなんかもう本当ちょっと、ま、街じゃもんな。もうそうですね、もう物によっては来年の今1月まで生地取れないとか。すごいですね。それぐらいやっぱ日本のセルビチはと世界でも本当に人気なんですよ。はあ、海外の、ね、セルビッチもあるのはあるんですけど、やっぱ生地がちょっとやっぱのっぺりしとるな。そうですね、ちょっと違うんですね。違うんです。やっぱね、日本のこの粗さがないよな。へー、わびさびみたいなのがあるんですね。そうなんです、そうなんです、わびさび。もう日本人の絵とかな、そうですね、そんなとこ気にせんでも絵が言うと気にしてしまうというか、わびさびね、まあ、それが職人の技術、うん、そうなんだよね。チャケさん、もうこの生地いっちゃいますね。もうお願いします。いいですか、これブラックがいるんじゃない。あ、ブラック入れますね。黒も入れます。ブラックのセルビッチねえよな。もう本当はな、ブルーよりチャケさんブラックが好きなんよ。おお、あ、そうなんですね。今日もブラックでしょ。今日ブラック、これ僕さくらなんだけど、そうか、ブラックのセルビッチの伸びるがねえよな。そうっすね、うん、これっぽい本ならなんか普通のメイン100の黒のセルビッチ、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 もうとなるとメイン100になるよな。メイン100ですね。これとこれどっちがいい。これでもダブル幅できない。これセルビッチね。そう、ダブルですね。ダブル幅やな。これもダブル幅でけん。そうそう、これダブル幅。だけどセルビッチではねえけん。違うセルビッチをまた出してもらおうか。出しましょうか。一緒ちょっと違う。出しましょう。あるよ。一つだけありました。はい、セルビッチ。セルビッチあるじゃん。黒が。サンプルやつが。ほんまだな。ただこれよりちょっと肉が薄いです。うん、肉ちょっと薄いな。12オンス。じゃあもうこれ少し伸びちゃったんで、これでこれでいきましょう。これでいきましょう。これ縦横黒黒なんですよ。はいはい。こっちが縦が白でどっちがいいですか。これは、うん、ノーストレッチな。あ、ノーストレッチな。でもちょっとストレッチが入った方がいいかなと思う。まあ、楽なっちゃう。オンスは逆にこっちだと一緒、うん、同じぐらい。こっちこれと一緒にいけるんですよ。若干肉薄ってねえと思う、うん、これが12.5とか13とか13.5。こっちは12か。黒とブルー違いがあってないと、うん、だったらこれで、うん、まあ、うん、同じセルビッチ、うん、いや、黒がいいけど、
黒の、うん、これ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 、うん、これだからやっぱ黒がいいんじゃない、うん、全然このあとちょっと見ていくの、うん、全然ありでしょ、うんうんうん、そうですこれでこうしたほんと伊賀さんもこれ着分取るわこれ一本ずつサンプルを作ろうもんじゃん、はいはいはい、シクリスもちょっと見ていく、はいはい、シクリスデータねえやなシクリスデータこれ多分あると思いますよ ある、うん、それ教えてもらってもそ それ入れてパターン入れてもらうけん、はい、ほな3メーター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 でクロクロする、うん、で試作で1本作って一回それ軽く洗ってはい試着に履いてもらおうと思うんです、はい、試着します試着ですサイズ感とかあとシルエットの確認で、はい、もう言いたいこと言ってください、ね、いやー、はい、もうせっかく作っていただいてるんでもうなんか楽しみにしてますこれ言ったら面倒くさくなるかなとかいうのはなしにして一回続けてくださいすいませんはい、はい、ありがとうございます今度それでお願いしますはい、はい、今度こんなとこですかねありがとうございます、はい、また来ますんでじゃあ、はい、ありがとうございますありがとうございました。